エドワーズがスクリーンをかけるふりをしてゴールにダイブしていく、これをスリップと言いますが、その後ろから遠藤来ない、ただフォトを拾って遠藤スリーどうでしょう、来たこのクォーターだけで2本決めてきました。この後宇都宮2人出ます、ワイドオープンです、遠藤コーナースリー来た、ここですよね、トランジション切り替えの中で群馬がマッチアップを探すのに少し苦労しています。遠藤右、ジェレット左、フォトのピックを使いながらフリッピンついている、ステップ合わせる、ジェレット外、遠藤空いた、来た、外で回す、遠藤のスリーポイント、エドワーズのピックからニュービル、もう一回エドワーズ、高島、10秒ありますが、遠藤最初のスリーどうでしょう、来ました、遠藤も最初のスリーアテンプトを決めてきました、まあ、しかもシューター陣がみんな1本目を決めているという、お渡辺2本目が、おあ遠藤です、遠藤2本目、日曜日のゲームは後半に 2-3 のゾーン仕掛けられて、それでちょっとオフェンスの点が落ちてしまった、遠藤3、今日は3がすごいな、ブレックス、光るが渡辺の中ガード、そして遠藤、遠藤ディフェンスさばいて3、どうか、ケネディをうまく飛ばしました、渡辺、遠藤打ってくる、うわー、5の5、スーチです、外が空いた、外からスリーポイントきた、遠藤ニュービル、ここもスイッチしてスミスがついている、サポートに行ったところ、遠藤2本目くるか、きた、決めていきます、まだある、比江島アタックするか、キックアウト、パスフェイク、遠藤、いやパスフェイクで勝負ついてましたね、オンザコート1の時間、名古屋、菊池真人がインサイド体を張っていますが、外から来た、遠藤連続4本目ですか、ギャビン・エドワーズにはユーオープン、エクストラパス、遠藤の3、さあユースプなヘッドコーチチャレンジをしろっていうようなことをクラーク選手が言ってて、はい、ユー選手がさあ、はい、いいシュートでしたね、遠藤のリバウンドを奪った、さあ今度はシケ、持ち前の積極性で外に振って、遠藤3どうか、来ました、最初の3を決めた遠藤、まあ、遠藤は昨シーズンスタート起用が多かったんですが、今シーズンシックスマンとしてベンチから、はい、その遠藤スリーポイント決まった、はい、入ってきてすぐ決める、そして渡辺から遠藤、まあ、そういった気持ち大事ですからね、はい、遠藤のスリーポイント決まった、カモエンドワン、アイザック・ポプ、そして遠藤、遠藤ツーポイントですが決めていきました、今のがスリーかツーかを確認するのかもしれません、その宇都宮戦だったということになります、で改めてスリーポイントということになりますか、選手によって本当に特性によってですよね、はい、特性とか傾向によってですよね、あとチームでの約束事もありますから、ね、遠藤スリー、秋田タイムアウトをかけます、ちょっと今無理をして打ってしまったような、時間もなかったですね、はい、今度ニュービル、そしてコーナー、エンド3どうでしょう、来た、このクォーターの得点は全て3という宇都宮、今ウィンブッシュの後ろからだったんです、今度はニュービル、外、エンド3どうでしょう、来ました、今日今シーズン初のスターターになった遠藤、最初にスリーを決めてきました、さあこういうこのチャンス大事にしてほしいところですが、遠藤スリー2本目きました、ちょっと遠藤左のコーナー、ホトゥのピック使いながら竹内、遠藤出てきた、スリーどうか、3本目、いいですね、今回迷わず打ちましたね、比江島のピック6秒5秒、比江島とヒーススイッチしている川崎、外に出て遠藤最初のスリーどうでしょう、来ました、のゼロ、遠藤2本目は来ました、川崎タイムアウトです、
2本目の3が来た、そういう言い方になっちゃいますけども、はい、まあ、3がうまく、作り出しているので、まあ、高確率に、シュート決まりますよね、2本も全部キャッチアンドシュートで打ててますので、これから出る準備をしています川崎です。遠藤また打ってきた、3本目遠藤スペシャル来ました。3の3、比江島が戻ってきて竹内、遠藤、そして遠藤、竹内に入れてきますが、トップの位置にニュービル、ゴール下ホトゥ、遠藤3どうか、来ました、4本目セカンドチャンスです。ニュービルキックアウトパス、今度は遠藤が3ポイント、あーこれは綺麗にジェレット、竹内コース、うん、コーナーを見てた、遠藤がジャンプスリー、遠藤のスリーポイントも決まる、宇都宮スリーポイント2連発、時間を見ました、渡辺今日はいいこのコンダクターぶりを発揮、遠藤コーナーからのスリー、遠藤、うん、ここはタフショットを打たせて取り返した宇都宮、遠藤そのままキャッチャーのシュート、遠藤も沈めてる、遠藤もスリーポイント決めてきました、思い切って打ってきました、ね、いやタッチがいいんでしょう ね、 そうですね、ありますが、もう早くも4を沈めています。今日通算4戦得点も決めたんですけども、今日絶好調、やっぱり竹内選手がねそこでしっかりとブロックをしてますよね、はい、イカルガと渡辺同時投入でコーナーが空いていました、遠藤今日はいいタッチ、ここは逃しません、このボールを回収して、また遠藤、今度は DJ にニュービルに渡した、一旦遠藤に戻りました、遠藤少し距離はありますが、それでもスリーポイント、ここですよね、このスリーポイントですよね、宇都宮2本があったので簡単に奪い返されて、すぐに強度を上げてきました、守備遠藤これも決める、ここ3本ありましたね、16点取りました、そうですね、その要因はやはりあの早い展開からの比江島選手、遠藤選手、あのスリーポイントですよね、ここですよね、でもね、もう何の躊躇もなくもう打ってくるんですよね、その遠藤の母校の市立船橋、翔が来てムーに起き上がります、そして竹内が奪って比江島です、今3対2のアウトナンバー、遠藤って最初のスリーどうでしょう、来ました、スティールからのスリーでした、遠藤選手確か右サイド側のスリーポイント得意なんですよね、はい、今度は左から決めてきた、でフックスが言っているんですが、イカルがボールを離さない、遠藤コーナースリーどうか、完璧なオフェンスでしたね、まあ、ここも日系が手を避けます、遠藤スリーどうでしょうか、2本目来ました、2回目のアテンプトで初めてスリーを決めた遠藤です、で比江島が出てきて白浜が後を追います、でホトゥのピック、ここも激しい、遠藤空いた、スリーどうか、そうですね、これ遠藤選手の得意な、あ、遠藤選手遅くなり、遠藤出てきた、3本目が来た、島根タイムアウトです、バックスクリーンで出てきてキャッチアンドショットですよね、そうですね、はい、今のはホトゥ選手が今度内側でスクリーンをかけてフロッピーといってね外に飛び出してくるプレーですね、遠藤出てくる、ちょっと安藤選手浮いてかれましたね、スイッチしましたが3来た、最初のディフェンスがアンダーといってね、そしてフォトゥ、遠藤出てきます、遠藤、ね、もう一回3狙ってきた、来ました、やり返した遠藤、2本目ですけれども来ましたね、選手のピックアンドロール相当威力ありますね、かなりの確率でチャンス作りますね、遠藤キャッチアンドショットの3来ました、フォトゥ、そして遠藤、遠藤また行きますか、うわ来ました、素晴らしい、来ましたね、ここで遠藤のパフォーマンス、イカルが遠藤、比江島、ジェレット、そしてフォトゥです、宇都宮タイムアウト明けです、遠藤もらったトップの位置来ました、タイムアウト明けは遠藤の3、もう三井選手の入れるだけという感じはしますね、フォトゥのピックから外に出して回す、こちらも3から来た、遠藤1本目から来た、こちら来ましたね、比江島が運んできます、フォトゥ、遠藤が少し距離がありますが来ました、遠藤2本目、2本目ですね、まあ、39% ね今シーズンありますし、そうなんですよね、昨日3分の3でしたのでまた数字を上げて 40% という、そうですね、シュートの成功率なんですね、スリーポイント、まあ、比江島がトップの位置、ホトゥのピック、そして外に放り出して遠藤、最初のスリーどうでしょう、コーナーからリバウンド、イカルが3対3、人数同数、
そして遠藤ですが打っていった。トランジション3やり返しました宇都宮。そして竹内が左のコーナー、まあ、ここ行きますよね。ニュービル外出して遠藤空いた、コーナー3どうでしょう。来ました、ニュービル今度は逆方向から外に出した、遠藤3どうか、来ました。今かなりニュービルトリッキーなパスでした。これここからのスタップですよね。これどうやってやる、まあうまくボールをしけ、おっと遠藤が空いていた。ピンダウンでしたが、コーフリッシンのディフェンス、遠藤スリーポイント沈めてきました。ファールのコールもありません。比江島が行く、離して遠藤スリーポイント、遠藤決めてきた。まあこういうところですよ。渡辺外へ、遠藤かわして遠藤スリーポイント決めた。遠藤のスリーポイント、ジェロットとガルシア、高さはジェロット優勢ですが、左に振って遠藤スリーポイント。竹内康介シュートを見せます。いや、竹内選手素晴らしいですね。回して遠藤、ここは決めてきました。ジェルトシュートいかない、遠藤が3本目が決めました。ここはしっかりとそのスリーポイントシュート遠藤、そしてもう一度遠藤のスリーポイント、今度は決まりました。ファーストポイント攻めに入っています。ガルシアです。三つ角のマッチアップになっています。ニュービル、そして回して遠藤のスリーポイント、今日2本目。遠藤選手いいですよね、鮮やかです。さらにはイカルガとガルシア、高さのミスマッチも生まれている。回していく遠藤、今度はどうか、これが出ました。サガのボールルームも良かったですけど、宇都宮の遠藤選手いいですね。そして遠藤のスリーポイント、ここは使います。攻めに行く坂ですが、イカルが逆サイド、比江島回す、遠藤スリーポイントが今日5本目、決めてきました。いや素晴らしいですね、遠藤選手。イカルが出す、渡辺翔太、超ディフェンサー、ネイサンブース上がってきた、遠藤のスリーポイント、いい角度で進まりました。そこですよね、はい、その分ディフェンスが寄らなかったので、後からシュートに切り替えているので、遠藤、遠藤選手いいスリーポイントですね。その遠藤に対して今ディナイをかけていますが、遠藤振り切る、遠藤スリーが来た。よかったですね。駆け引きのところで中村選手の視界から消えてですね。はい、ニュービルディフェンス下げて、遠藤トップの位置からスリーどうか、しました。いや、ですね。宇都宮の最初のオフェンス、比江島です。コクルのピックを使って外に打ち出して、遠藤最初のスリーどうでしょう。来ました、素晴らしいプレーでしたね。竹内とニュービル2枚のスクリーンがかかっていました。今度は比江島が運んで川島をさばく、竹内が高いところ、そして遠藤2本目はどうか、来ました、素晴らしいプレー。2連発遠藤、ここはもう時間を使いながらいきます。エドワーズにゴール下に動くようにいった、そしてフォントのハイピックからスリーどうでしょう、来たFE 名古屋さんですね、今、はい、いなくなれということを言っていて、4分の1のスペースを使って、これ持っています、宇都宮、イカルナ、さらにはジェレット、あと外に出して遠藤が、この膝の柔らかい、比江島からニュービル、流れるようなパスワーク、そして最後は遠藤が決めてきました。パスがよどみなく回ってきますね。もともとはこのドライブが得意という武器という選手です。そうですね、中に切り込むのが得意な選手ですね。遠藤最初のスリーどうでしょう、来ました、打ち抜きました、ニュービルから遠藤。57秒のプレータイムでした。このチャン・ミンク選手は、お、遠藤2本目は来た、絶好調か、消しのスリーポイント、得点を決めてきました。おー、ショーディフェンスか、パーキンズ、やはりディフェンスの強度は上がってきています。遠藤6秒5秒動きながらのコーナースリーが来ました。
まずエドワーズから入れます。エンド空いた3どうでしょう。来ました、ニュービルからの長いパス、9対0のラン、3-3。ここから立ち上がり走られる場面が数多くありました。やはりニュービルに馬場ついていますが、ニュービルノールックで出して、遠藤最初のスリードでしょう。来ました、タイムアウトかかる長崎、まあ、全てのスリーポイントのアテンプトを今決めていますからね、ノールックで出しての。狩俣もコンテストには行っているんですが、そうですね、長崎のディフェンスの強度は明らかに上がってきました。比江島外、遠藤コーナー3、どうか、比江島のいいや、初めて10点差がつきました。このゲームです。遠藤トップの位置から3、どうか、来ました、キャッチアンドショットの3。比江島、あとはもしかしたら竹内選手が出ている間にジム選手をマッチアップさせたいという、遠藤3を決めて渋谷タイムアウトをかけました。空いているスキップパスを見せた、今度は遠藤リズムよくキャッチアンドシュート。いかにその打たせないようにするっていうのも重要なんですよね。比江島アタック回して、今度は遠藤打ってきました、連続3、連続3、宇都宮。今日も当たっている DJ ニュービル、赤穂アンダーでいきます。2のコーナー、遠藤、この人もスリーポイントがある。秋田のディフェンスが頑張ってるっていうことで、遠藤の外、来ました、ここでね、結びつきませんでした。ニュービルのキックアウト、遠藤が狙っていきます。また来ましたね、遠藤、今日スリー当たってる遠藤、また来た、スリーポイント決定。雰囲気に慣れさせるというところだと思います。遠藤最初のスリーどうでしょう。来ました、さすがですね。渡辺前半3、1本決めています。途中がピックに行きますが、おお、ヌイサンブッツのショーディフェンス、ただそれを振りほどいて、遠藤3どうでしょう、来ました、2本目。僕と今ヌイサンブッツがやり合っていますが、ニュービルに対しては今ヤンジェミンがついています。遠藤最初の腰にどうでしょう、来ました、来ます。おっと、ただボーナスワンスローは来ないが、宇都宮もらう、そしてガラキダ、遠藤来ました、仙台タイムアウトです。トップはピック2回スリープ気味、遠藤スリードか、来ました、いや、悔しいシュートでしたね。ニュービルです、サポートに送る、遠藤のスリードか、決めた、いや、タイムアウトですよね、はい、新島に続いて遠藤も決めた、タイムアウトです。オフェンス、ニュービル選手中心に必ずこういったオープンを作ってますよね、はい、まあ、対する千葉の方は、まあ、千葉のスタイルでもあるので非常に守ってますからね。キックアウト、遠藤1本目来ました、そしてフォトゥ、さらには遠藤です。遠藤が左のコーナー3決めた、やり返しました遠藤今日。そして比江島には西田、このマッチアップは今日ずっと続いている。遠藤の3決まった、この一本は大きい。外には遠藤、フォトゥが今中に入っていく、スリーポイント遠藤決まりました。から比江島ダブルチームでいく、しかしパスが通って右のコーナーから2本目来るか、比江島は近くに来ますがもらいません。ディープスリー決めた、すごい遠藤だ。フォトゥ、遠藤スリーどうか、おー来ました、そしてイカルガ、イカルガ外、遠藤が開いた、右のコーナー、よく今回しましたね。もし残るフィジカルがかなりきつくなって、それで残るついたりするとね、危ないファウル起こる可能性ありますからね、先ほどこれはもう回し切ったというプレー、はい、ましてコーナーにファール、そして外、遠藤だ、来た、タイムアウト入れましたね、秋田タイムアウトです。ポトゥ今ニュービルに対してはフリッピンがディナイしていました。遠藤3どうか、来ました、連続得点、
群馬がまず走って遠藤2本目は来ました。ただ宇都宮は3があります。さあゴールした。この攻防リバウンドですね。この遠藤のスリーポイントショット、おお入った。そしてイカルガには菊池です。遠藤のウイングの位置からスリーポイント1本目、いい感じ打てましたね。がスリーポイントを決めて、そしていいディフェンスを見せました。その遠藤がまた打ってきた。ディープスリーはどうか、決まる。連続スリーポイント。個人の感情のマネジメントも大事になってきます。遠藤はどうか、来た。これで B1 通算700回成功達成。まあ、お互いに失点はリーグ1位2位の硬さです。遠藤最初のスリーどうでしょう。トップから16秒です。コトゥから始めます。エドワーズ、そして遠藤、遠藤スリーどうか、来ました。ジェレット、リバウンド竹内康介、最初のオフェンスリバウンド、そして遠藤コーナースリーどうか、来ました。竹内康介のオフェンスリバウンドから遠藤のスリーですね。昨日はベンチスコアがあまりなかったんですが、はい、ニュービル外、遠藤スリーどうでしょう、来ました。チームとして初めてのスリーが来ました。遠藤です。17というアテンプが少ないという、これがアルバルクの今日のディフェンスの良さを示しています。遠藤動いてのスリーどうか、来ました。スリーを使って手を伸ばしていった。ここは何度かボールをキープ。宇都宮、ニュービル、コーナー、遠藤のスリー決めた。まずはいい形でスリーポイントを決めていきました。奥田選手、プレータイムが少し限られたところもあったと思うので、そうですね、まあ、この1本本人にとっても少し、はい、ほっとしたんじゃないでしょうかね。ここ遠藤また得意のコーナー決めていきました。さあもう一度プロミン、ニュービルからギャビン、この形転倒を見せて、ここ遠藤が開く。遠藤打ったスリー、また来るのか、また来た遠藤。2人で行った。さあこのパスジェレットつながる。遠藤のコーナースリー、さスイッチをしました。さあここは戻して、そうすると開く。遠藤またいい形でスリーポイント。いや今日当たっている遠藤。それが最後押したいですね、ここ、はい、さあこのマッチアップ外送って、遠藤の得意のコーナースリーが決めた。この形ですね、はいはい、ジェレット選手からのアシスト、下がり気味のシュート。いやここよくタップをしてボールをキープ、そして遠藤のスリーきた。いや一気に点差を広げて14点のリードとしました。新島のシュート落ちたんですが、はい、オトゥがタップをしてタップアウトから遠藤。オトゥ選手もディフェンス集中しましたね。そうですね、これはどうか、ここで決めてきた。遠藤選手来ましたね。エドワーズからニュービル、そしてコーナーフリーだ。これを決めてきた。いや見事ですね、B1 のチーム2つあるよ、それぐらいの、はい、人の厚さっていう感じですね。セカンドユニットが普通にスタメン張ってもおかしくないような。そうですね、はい、これを決めた。外で掘ってた湿気がもらえる。いやこれも外からだ。いやー。